パドキアはここです。カトシカイマルクです。地下都市カイマルクはヒッタイト時代に作られた巨大な地下食料品貯蔵庫で、地下4階まであります。ローマ軍に迫害されたキリスト教徒がここを隠れ家として長い間使いました。アラブの侵略の時、アラブ軍から逃げるためね、隠れ家生活のために共同生活したところですね。すごい、すごい、すごい、すごい。ダイルの通路は正面の通路で、向こうから出てまいりますね。そしてこちら右曲がったところで段差ありますのでね、皆さん足元に気をつけてくださいね。ここは足元に気をつけて。そしてこちらは地下の2階の一部である、教会です。元々は長く使ったわけじゃないから、簡単に作られたものですね。それではまた2階の一部ですね。そんな平らな階じゃなくて段々になってるんですけれども、2階の一部で食料品貯蔵庫ですね。先ほどバスの中でも言ったんですが、安全な時、平和な時は作ったものを収穫してすぐ地下都市の食料貯蔵庫に持って行ったんですね。入れて、そしてもしローマ軍やアラブ軍が突然やってくると心配なしで、そのまま近くの地下都市に逃げて行ったんです。床に穴が開いてるのがこっち、もともとは石か木造の蓋もあったと思いますが、まあ穀物かじゃがいも、玉ねぎ、かぼちゃなどね、入れた貯蔵庫のところです。ここは円形で穴が開いてますが、薄の石が置かれたところですね。まあもちろんこういう人口は1000人2000人ぐらいいたので、まあ一つだけじゃなくて、たくさんね、地下都市の中でところどころこういう貯蔵庫が作られたんですね。この次入る通路は狭いです。皆さん申し訳ないけど、頭足元も気をつけた方がいいと思いますが、こちらから参ります。10メーターぐらいか、ね、頭とくり気をつけてください。面白い。はい、ここです。足元で気をつけてください。そうだね、会えないって書いてあったからね。
なんかトルコ料理油カロリーが多いけど観光運動も大丈夫だと思います。そして3階の一部でここはブドウ酒の工場です。3階の一部でブドウ酒の工場で奥のこちら暗いところバスタブのようなところの場合はブドウをで収穫してそのままここに持ってきたんですね。もともとはここに穴が開いてますが、ちっちゃかった、大体ブドウ酒入れた壺の口ぐらいの、大きさで、ここは壺の置くところ、横に置いて、そのままブドウ酒が壺の中に流れたんですね。また、温度は全然、入った時という今は全然変わらないから、12度か15度ぐらい、少し3度ぐらい差の場合は、入り口と下の方で換気口に近いところは少し風がある場合は少し寒いけど少し離れたところは15度ぐらい平均で、ですから温度はあんまり変わらないから温度の差がそんなに届くありませんので、本当においしい前が3階と4階の方ですね。ですからグローマ軍のベニさんの方が取るために頑張ってる間でみんな隠れの出口から逃げていったんですね。けど記録ではローマ軍に捕まったかどうかそれは書いてない、多分捕まってないと思うんですけれども、よく丈夫に隠れで救ってあるから、ですから重たいから一人で動かせるのは大変ですから、こういう穴が救ったのは木造か木なんか入れて2、3人でおまかして入れちゃうと取るのは本当に大変ですね。そしてこちらから3階の一部の方だったから4階に行く通路に入りますが、また頭足元に気をつけてください。はい、取れました。こういう地下都市作るときは換気口を先に作って、後からね、台所か寝室かいろいろ作られたんです。ここでちょっとトップみたいに動いてくれない。換気口です。本当いい風になってます、いい風が来てます。地上まで地上まで続いてるそうです。またここ4階もブドウ酒の工場です。ブドウ酒の工場です。簡単にここで作ったんですけれども、ここは穴が開いてますから火をつけたところですね。鍋を取ってもここに置けば下のところで火をつけ薪を燃やして、そして煙突は別に作ってあるんですね。煙出すとは何ですけど、ここは地下都市の方がわざわざ隠れ家生活のために作られてるから、火をつけてしまうと煙出てしまうと場所分かっちゃうかもしれない。ですから地下の10キロぐらいの長い煙突を作って10キロぐらい離されてることがなされたんですけれども、また煙見てしまうとローマ軍場所を探して分かっちゃうかもしれないので、特に食事作った火をつけた時間は真っ暗な時、夜で火が落ちてからね、作られたんですけど、こちらから出口の方に前に見ますから、どうぞ私の方に見ますから、ここから さらに地下の方に行けるようです。OKOKOK。
もう少し我慢してください。で、またこちらご覧になりますと、あの石のドアで、もともとはここにあの置いてあったんですが、そしてなんか危険な時はこっちから入れてしまうと通路から通れなくなっちゃいますので、ここの通路が石ドアですね。またあの、まあ、先ほどバスの中でも説明したんですけど、こういう地下都市で食糧貯蔵庫で1階か2階のところだけは、ヒタイト帝国時代で食糧貯蔵庫で、多分紀元前あの2000年か1500年間で作られたと思いますか。キリスト教の地下都市なら、あの紀元後1世紀、最初はローマ軍から逃げるために作って、後からあのもう安全になってきたから、多分食糧貯蔵庫として使われたと思いますが、また紀元後7世紀、8世紀、9世紀頃にアラブ語の侵略の時もあの使われましたね。あとこういう壁の方で床ご覧になりますと、穴が開いてるなんかトイレみたいな形なんですけど、あのもう例えばこちらのことをある家族の個室として思えば、家族の人は壁側にちょっと座って、あの掘りやすい。いなくなってて、ごゆっくり。ちょっとすみません。はい。頭が悪い。うん。あ、こういうのね。